ここからは学生生活の紹介を行います。現在、地域教育文化学部で学んでいる学生たちが山形大学を志望した理由や、それぞれのコースの特徴などについて紹介します。はい、皆さんこんにちは。えっと児童教育コースの原田桃花と言います。えっと私の方からえっと山形大学のえっと学生紹介の方をしていきたいと思います。 まず自己紹介になるんですけれども私の名前は原田桃香といいます所属は地域教育文化学部の児童教育コースに所属しています学年は今4年生です専門科目の方は社会科を専門としています好きな果物は桃さくらんぼぶどうが特に好きですで私が山形大学を志望した理由としては私はもともと中学校の社会 社会科の教員免許取得を目指していたんですけどその上で中学校の社会の先生になるときに小学校の子どもたちがどういう勉強をしているのかっていうのも学びたいなというふうに思って小学校の免許を取得できる。 山形大学を志望しましまたあと私は,山形,市出身では山形県の出身ではないんですけど、えっと、私自身、桜もがとても好きなのと雪国で暮らしたことがなかったので、えっと、環境山形県というその雪国の環境ですとか、まあ、好きな果物が周りにたくさんあるというのを、えっとてもいいなというふうふに思って山形大学を志望しました。はいでえっと 目次のの方は以下の通りになっています最初に1日のスケジュールの上、その次に児童教育コースの特色で、そして皆さん気になっているかなと思うんですけど、教育実習についての説明、でその次にアルバイト、で最後に部活動、サークルの紹介を軽くしたいなと思います、はい。まず1日のスケジュールの方を紹介します。これは私が大学3年生の前期のある曜日のスケジュールです。 昨年は前期すべてオンライン授業だったので、対面のときとはやや異なる部分が多かったです。でまず、えっとまあ、この場合は全部オンライン授業なので、少し、えっと、変わっている部分があります。まず8時前には起床して、えっと、身支度を整えて、まあ、対面のときは通学なんですけど、えっと、前期、去年の前期は、ズームの準備をしていました。 そして8時50分になると1コマ目が始まるんですけど1コマ目が始まったらこの日はズームの授業があったので先生の講義を聞いたりグループワークを行ったりしました休憩があって10時30分から2コマ目がスタートします2コマ目はズームではなくてオンデマンド形式の授業でしたこの授業では配布資料があるのでそれを読んでミニレポートを作成するという授業でした そして2コマ目が終わるとお昼休憩に入ります。対面授業のときは友達と食堂で昼食をとったりとかするんですけど、この時間には課題を進めたり、サークル活動も行われたりしていました。オンライン授業のときはもちろん自宅で昼食をとります。そして次に午後、3コマ目なんですけど、3コマ目も Zoom による授業でしたで。Zoom を用いた授業だったので、 うーんとまあ、ズームつないでやったんですけど講義と学習指導案の作成というものを行いましたで学習指導案についてはこの後、えっと説明しますで4コマ目になると今度空きコマ私の場合は授業が入っていなかったのでこの時間帯は休憩休憩に使っていましたでほ、えーとまあ、日にもよるんですけど、まあ、課題が出されていたら課題の時間に当てたりとかもしていましたで私はその 結構目が疲れやすい人なのでパソコンを見続けるとちょっと目がチカチカしちゃうのでこの時間は仮眠を取ったりとかちょっと外散歩して目を休めていましたそして16時20分から今度5コマ目がスタートして5コマ目はまたオンデマンド形式の授業で配布資料を読んでミニレポートを作成するという形でしたただこれあくまでも一例で、えー、と空きコマが多い日もあれば、まあ、1コマから5コマまあ いわゆるフルコマになる場合もありますこれは選択する授業とかあの専門科目によって大きく異なります私の場合は社会科だったのでこういったスケジュールになっていたんですけど例えば児童教育コースの中でも英語科の人とか国語科の人でも大きく異なります、はい、そして次にえっ、ー、と児童教育コースの特色について、えー、と説明しますで児童教育コースの特色と 特色として何より一番大きいのは、実際に授業を作るという活動があることです。小学校の先生を目指す人とか、まあ、中学校、高校の先生を目指す人が多いので、実際に自分たちで授業を作ります。で、その際に、あの学習指導案の作成というものを行います。学習指導案っていうのは、子どもたちがどういう、子どもたちにどういう力をつけたいか、で、その上で、えっと、どういう学習活動を行うのかっていうのを、えっと、 まあ、い,わゆるいわゆる授業の設計図というのをそういった子どもたちにつけたい力とかも考えて作るものですそういう授業の設計図を実際に作ってでそれをもとに授業を行いますなので、えー、と講義の最後の方というか、えーとま、学期末になると模擬授業を行ってみんなでこの授業がどうだったかとか反省点とかをいろいろまとめたりしますでまた小学校教育が中心なのであの 体育音楽図工の授業もありますあの私自身は音楽図工はとても好きなんですけど体育はとてつもなく苦手でしたただあのそういう人でも体育の授業でちゃんとあのついていけたのでちょっと体育苦手だけど小学校の先生になりたいなというふうに考えてる人もご安心くださいでさらにあの最初の私の自己紹介でもあの話したんですけど私社会科が専門なんですがえっ、ー、と みんなそれぞれぞ専門科目を持つことができますで科目としてはあの私のように社会科の人もいれば国語科とか英語科とか算数科とかの人もいますし特別支援教育の専門の、えっと、学生もいますそして次に、えっと、ちょっと気になる人が多かったかなと思うんですけど教育実習について説明したいと思います教育実習ですが、えっと、児童教育コースの場合は2年生の時に小学校で 1> 1週間実習を行いますでこの小学校というのは、えっと、山形大学附属小学校というところで行います。で1週間の中で、えっと、1回だけ授業を行います。私も実際に算数の授業を行いました。で次に3年生、三、まあ、年生は3週間実習、これも小学校で行います。ただ、実習先が、えっと、山形大学附属小学校に行く人もいれば、県内の公立学校で、えっと、実習を行う人もいます。 で学級や学校によって授業の回数は異なります。私は確か去年5、5 6回授業を行いました。あとその、去年の場合ですと、新型コロナウイルスの関係で、私の場合は3週間実習ではなく、2週間実習に短縮になってしまいました。なので、その時の状況によって、3週間じゃない場合もありますが、基本的には3週間実施されることが多いです。はい、そして4年生になると 今度はそれぞれ、えー、と専門によって変わります、えーと週間実。幼稚園の実習を行う人は2週間実習で、中,中学、高校、特別支援学校の、えー、と先生を目指す人たちは3週間実習を行います。私も来週から中学校の方で実習あで教育実習を行う予定です。はい、で、その次に今度、アルバイトの紹介に移ります。 えとアルバイトなんですけど、児童教育コースの人は塾講師とか家庭教師とか、飲食店の店員とか、スーパーマーケットの店員をやる人が多いですで、特に多いのはやっぱり塾講師、家庭教師で、私も今現在、塾講師、家庭教師、両方やっていますで、えっと、今はやっていないんですけど、2年ほど前までは飲食店でもあ、レストランですね、レストランで働いていた時期もありました。で塾講師師家庭教師 はやっぱり子どもたちと関わる機会がとても多いのでとても勉強になりますし飲食店にもまあ,あの塾塾とか家庭教師だと中学生とか小学生高校生が中心なんですけど飲食店だとあのいろんな年代の人と関わる機会が多いのでこれも勉強になります最後に、えー、と部活動サークルの紹介をしたいと思います。えっと、山形大学内には、えーと 部活動サークルがたくさんあるんですけど、まあ、スポーツスポーツ系もあれば、文化系もありますし、ボランティアが中心のサークルもあります。もちろん兼務している人もいます。で、その中でも、えーと、児童教育コースでは学習支援ボランティアに所属している人がとても多いです。えっと、例えば、近隣の小,小中学校で学習支援サポーターとして、子どもたちの学習をサポートしたりとか、あとはそのサークルに、えっ、ー、と、 学習支援を行うサークルがあるので、えっと、放課後とか、あの土日に学,しあの学習会を開いて、子どもたちと一緒に勉強するなんてことも行われます。私もあの学習支援サポーターとして、あの近くの小学校で、えっと、授業中の子どもたちをサポートしたりとか、あとはその学習支援サークルに所属して、えっと、学習会を開いて、子どもたちとその宿題のお手伝いとか、そういったことをやっていました。 はい、えっと、私の発表は以上になります。小学校の先生を目指すし,している人とか、えっとまあ、中学校、高校もそうですし、えっと、教育関係のお仕事に就きたい子どもたちと関わるお仕事に就きたいなというふうに考えている方がいらっしゃれば、えっと、ぜひ検討していただければ幸いです。文化創生コースの後藤優香です。す。これから私の大学生活を紹介させていいただきままよろししくお願いします。 まず簡単に自己紹介からさせていただきます私は山形大学地域教育文化学部地域教育文化学科文化創生コース3年の後藤優香といいます約20年間ここ小白川キャンパスのある自然豊かな山形市で生まれ育ちました特技はバレーボールです小学校1年生から姉の影響でバレーボールを始めて現在も女子バレーボール部に所属しています ま部活動の話はまた後ほどのスライドでご紹介させていただきます趣味もスポーツ全般体を動かすことと書かせていただきましたとにかく体を動かすことが好きでストレス発散にもつながっているなと感じていますまた家でゆっくり映画を鑑賞したりドラマを見たりする時間に幸せを感じていますはい 自己紹介はこのくらいにして早速私の学生生活を紹介させていただきますまず私の一日を紹介したいと思います例として3年生前期の月曜日の時間割を挙げてみましたこの時はちょっとコロナウイルスの方が少し落ち着きましたので対面授業が可能になった時だったので、えー 6時半に起床して8時に家を出発するという形で朝は過ごしました、はい、で8時に家を出発し1コマ目の障害スポーツ実技という授業を受けます障害スポーツ実技では小さな子どもから高齢者まで幅広い年齢で楽しむことができるスポーツを学び実際にそのスポーツをやってみます朝から体を動かすことは大変のように思うかもしれませんが 私は気持ちよく1日をスタートできているように感じています2コマ目は学校保健という授業で生徒の健康を守る教員の役割など講義形式で学びます2コマ目が12時に終わるので13時までの1時間待ちに待ったランチタイムに入ります今はコロナ禍ということもあり友達との食事もなかなかできないですが 普段のランチタイムではシ c ルという大学内にあるコンビニでお昼を買って友達と外で食べたり学食にて食べたりしていますランチタイムが終わると13時から三コマ目がスタートします三コマ目は教育社会学という授業で社会や学校に潜むジェンダー問題について講義形式で学びます最後の授業の四コマ目は保健体育実践演習という授業です この授業は受講している同い年の学生へ実際に保健体育の授業を行う模擬授業を中心とし教員になってからの実践的な授業の手法を学ぶことができます月曜日は4コマ目まで授業がありますが他の曜日は5コマ目まであったり逆に1コマ目で終わりなんていう日もあったりします一日の授業が終わり放課後に部活動やアルバイト試験前には友達と一緒に勉強したりしています 特に部活動では自己紹介でもお話ししたように女子バレーボール部に所属し週3日から5日活動しています一昨年や去年には2部女子南のリーグ戦で優勝することができ今はコロナ禍ではありますが感染防止に努めながら2部女子北の優勝チームに勝つことができるよう日々練習に励んでいます現在こちら側キャンパスには体育会系のサークル部活動が60 文化系が41ありますどのサークル部活動も学生が自らで活動時間や場所の調整用具の整備などを行い活動しています中には2つ以上のサークルに所属している学生もいますこういった活動に参加することも充実したキャンパスライフへの一歩かなと感じています月曜日の授業内容を見てもお気づきの方がいるかもしれませんが 私は文化創生コースの心身健康支援プログラムを選択し中でも主に保健体育科の教員免許を取るために必要な講義を受講しています保健体育科の教員になるための基礎的な知識から実践的な授業の手法を学べることはもちろんスポーツ生理学やスポーツ社会学バイオメカニクスなどスポーツについての幅広い知識を身につけることができると思います また私はスポーツの他にも食や心理にも興味があり大学の4年間で本当に自分がしたいことを決められたらいいなと思っていたので興味を持った講義を積極的に履修するようにしていますこのように文化創生コースは食心理スポーツ芸術音楽など多様な講義が開講されており自分が本当にしたいことを見つけることができる点が文化創生コースの魅力であると感じています はいここで少し私が受けた講義の中で印象的だった講義をご紹介いたします山形大学ではフィールドプロジェクトという地域の文化交流を目的とした講義があります私もこのフィールドプロジェクトを受講し実際に1泊2日で2回にわたり戸沢村に行ってきましたスライドの左の写真は戸沢村の伝統的な角川太鼓の体験をしている様子です ほとんどの学生が初心者でしたが砂川太鼓の方々が丁寧に教えてくださり絵曲を学生だけで発表できるまでになり達成感を味わいましたまたこちらの写真は左側ですね砂川雪回廊物語の時の写真です豪雪地と言われる戸沢村の雪を活用したもので私たちが作成した絵灯籠も実際に飾ってもらいました幻想的な光景がとても印象に残っております 田沢村は山形県の北部に位置する少子高齢化が進む地域ですそんな田沢村が抱える問題について学校に帰ってきてからフィールドプロジェクトのまとめとして考え今の私たちにできることについて発表会を行いました田沢村行事の素晴らしさや良さをどうしたら若者に伝えられるかなどを話し合い地域貢献につながる発表会となり私自身も地域課題を考える良い機会になりました またこちらの写真は2年生の冬に蔵王のスキー場へスキー実習へ行った時の写真です普段は2泊3日の宿泊学習ですがコロ,ナコロナ禍ということで今年は3日間蔵王へ通いました大雪と大雨とで悪天候な3日間でしたが全員で頂上まで行くことができ達成感と団結力を高めることができました またみんなの上達ぶりにはさすがスポーツマンだなぁと感じた瞬間でしたそのほかにも1年時には山形市の総合スポーツセンターにてプール実習があったり教員免許を取得するにあたり2年時に5日間の基礎実習3年時には3週間実習があります実習では実際に生徒を目の前にし授業をすることができ大学では経験できない学びを得ることができました 学校という現場で働く先生方の貴重なアドバイスを聞くことができ私もこんな先生になりたいと強く思った実習でしたとここまで私の大学生活を紹介してきたのですがまだまだ大学生活に不安や心配なことが多い人もいると思います私も大学に入学する前はそうでしたそこで私が大学に入学する前に不安だったことを 今の私が3年間大学生活を送ってみて実際どうなのかということをご紹介したいと思います私は入学前に大学の勉強についていけるのかということを不安に思っていました皆さんの中にも不安に思っている人がいるかもしれませんですがこれについては心配いりません授業に意欲的に参加しきちんと自分で理解を深められれば大丈夫です 大学の授業はみんな初めてのことばかりです友達と一緒に勉強したり教え合ったりしながら楽しく学ぶことができるのも大学の良さかなと思いますさらに自分で授業を組むのが大変なのではないかと思っている人もいるのではないでしょうかですが必修の授業を取りつつシラバスを読んで自分が興味のある講義を選択することができます それもまた楽しいですしどんな授業がおすすめかなどサークルや部活動の先輩に聞くことができるかもしれません、はい、ここまで私の学生生活を簡単に紹介させていただきましたどうだったでしょうか少しでも大学生活の山形大学でのキャンパスライフを楽しそうだと思ってくれていたら嬉しいですですがまだまだ紹介しきれない山形大学の楽しさがあります それは皆さんが実際に山形大学に入学して身をもって学んでいただき味わってもらいたいなと思っておりますまた山形県には美味しいさくらんぼや芋煮がありますさらにラーメンは日本一の消費量を誇りますぜひ山形大学に来てその美味しさを堪能してもらいたいですそして自然豊かで心温かい地域の良さを感じのびのびと学べる環境がここ山形大学には揃っています 皆さんを山形大学でお待ちしております。以上で私の学生生活紹介を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。